今回は挑戦したいものがあったので再びクリームさんにお邪魔してきました。外装のお菓子のアート見ているだけで食欲が湧きます。ショーケースにはいろいろな種類のマカロンが、ギャラクシーマカロンの輝きに惚れ惚れ、以前食べた天使のプリン、これも美味しいので視聴者さんぜひぜひ。またクッキーやおしゃれな入れ物も売っています。お土産としても喜ばれるの間違いなし。今回の目的は小名浜ビッグシューを食べたいと思いお邪魔しました。注文は3日前からの予約が必要です。大きな箱をいただき、いざ決戦のフィールドへ。エリア移動。決戦の地は小名浜にあるマリンタワーにしました。あずまや発見、ここなら雨が降っても大丈夫。女子の後輩、ミューラーに持ってきてもらいました。そっとそっと落とさないでよ、芸術作品。落とさずに無事テーブルへ。とあるゲームの卵運びを思い出させるシーン。この決戦のためにアイテムを購入してきました。1本、2本、3本、ブラックコーヒー3連発。オープン。これが小名浜ビッグシュー。想像を超える大きさに心が折れました。一人で食べれるか、やってみます。いただきます。どう食べようか苦戦中。お店の方に手で分けられると教えていただいたんですけど忘れました。俺流でいきます。とりあえず上の部分を、帽子のような大きさ、これだけで満腹になりそうな雰囲気。皆さん、お気づきの方もいるかと思いますが、真ん中に普通サイズのシュークリームがあります。普通サイズがこんな小さく見えるとは。そして、中にクリームがたっぷり。この帽子、かなりのボリュームです。サクサク食感に惚れ惚れ。ガツガツ、食べ進めていきます。やっと3分の1くらいに。結構満腹になってきました。食べ応えすごすぎます。クリームをつけていただくことに。味わい深いクリームが生地に合います。甘すぎないクリームというのもあっていい感じに進みます。もうちょっとで帽子との戦いが終わる。
カフェラテ風味のクリームをたっぷりつけながら前に進みます。帽子完食、一旦休憩。さてと、中を食べていきますか。どうやって食べよう。手で切って、いただこうと思ったのですが、切れない。車の中にあった、箸という武器を使って戦うことにしました。食べやすいサイズの、プチシューからいただきます。口の中に広がる、カスタードクリームが、たまらんです。ガンガン食べていきます。これが通常のシュークリームの大きさです。オナハマビッグシュー、とてつもなくでかい。甘いものにはブラックコーヒーが合います。通常サイズのシュークリーム、ごちそうさまでした。箸を使って生地をカット。あまりの寒さに防寒着を装備中。残りを見て助手のミューラーが、こんぐらいなら僕でも食べれますよと。暖かいジャンバーを着て再スタート。残り半分なんとか食べきりたい。横を通る車の人に見られながらの食事、恥ずかしい。余裕で食べれるかと思ったのですが、限界っすわ。箸が進まない。もはやこれまでか。無念。この際、食べきることを最優先に、この量なら食べきれると言っていた助手にバトンを。助手の食事開始。あとは任した。こういう時のための秘密兵器。さすが助手、この勢いで全て食べてしまえ。結構ヤバそう。あれ、先ほど何と言いましたっけ。もう食べれないと。バルスバルスバルス、いきなりピンチに変わった。限界状態ですけど、再びいただきます。助手はお腹を空かせるためにランニングに行ってくると、オフィスでオムライスから逃走した先輩の行動だ。もうちょいなんですけど、心が折れかけています。折れました。携帯で SOS 信号を送ろうかな。残念ながら、乾杯です。飲み物を、ブラックコーヒー、甘いものにベストマッチ。
甘いものの大食いはかなりきついです。以前チャレンジしたパフェを思い出す。ランニングから帰ってきたミューラーも食べれそうにないので完全なる敗北です。では、オナハマビッグシューに挑戦したんですけど、想定していたよりも大きく歯が立たなかったです。グループや家族で楽しむものだと食べていて思いました。ぜひイベントの際などに購入してみてください。盛り上がること間違いなしです。二人の力でもダメだとは。最後までのご視聴ありがとうございました。評価とチャンネル登録よろしくお願いします。自宅に到着。時間を置いて食べるクリーム、うまうまです。温かいコーヒーにシュークリーム、というかクリーム、ナイスコンビネーションです。綺麗にごちそうさましなければ。完食です。コーヒーを作りすぎちゃいました。4杯目のラストコーヒー。カフェイン中毒です。コーヒーごちそうさまでした。ここまでのご視聴ありがとうございました。評価とチャンネル登録よろしくお願いします。